吉忠十二月は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての天台宗の僧。一般的には、都の方院の呼び名の方が有名である。二条良実の孫というが、良実の息子の誰を父とするかは不明。叔父の二条支中の勇士となっている。先日した都の方院の呼び名は、石管家出身の法院ということによる継承である。 時期不明ながら、天大雑となった孫雲法神狼に施行するようになる。孫雲法神狼が原則し、兵を挙げるようになってからもそれに従うが、現行2年6月21日に、笠木さんの戦いで、五代醐天皇が敗北すると捕獲され、一時、六原丹大の獄につながれる、太平記末四。その後も、森吉神狼の領事を受けた、赤松の李村配下となって、 現行3年5月の六原短大攻撃に加わり、6月23日の呪落の時には、のむ村の次、二番隊の700機余りを指揮していたという。しかし、吉田田廃下の兵は、統制が取れておらず、六原攻撃の際に便乗して落中にて老大関を、働き、強盗を行った。その兵20名は、 足利カ氏の配下に捕らえられ、残首の上六条河原に晒し首になったが、この事件は、以前からの森吉親王と足利カ氏の不和を決定的にした。その後は森吉親王派と足利カ氏派の対立が激化、兼務の申請が不安定になる一因となった。兼務元年、ついに森吉親王は、父、 五代醐天皇の命により捕らえられ、鎌倉の足利忠義のもとに護送される。その後資料で義忠の消息を明確に書いたものはないが、森吉親王捕獲時に、義忠も他の森吉親王側近とともに捕らえられ、一緒に鎌倉に護送、同年12月に殺害されたと推測される。ありがとうございます。